FM システム IC レコーダー VN551PC の日時、時刻、操作音の修正とスキップ間隔の設定方法について説明します。録音前に正しい日時やメモリ残量を確認したい。録音したファイルの日時や操作音、スキップ間隔時間を修正したいという方はこちらの動画をご覧ください。録音可能残量、現在の日付と時刻の確認方法、スキップ間隔設定、日付、時刻、操作音の変更の順で説明します。停止中に再生一時停止ボタンを押し続けると、メモリ残量、現在日時が表示されます。さらに再生一時停止ボタンを押し続けるとスキップ間隔設定画面になります。右または左ボタンを押すとスキップ間隔時間を選べます。スキップ設定時間中にインデックスマークやテンプマークがついているときは、そのインデックス、テンプマークの位置にスキップします。再生一時停止ボタンを押して設定を完了します。続けて設定画面になるので、日付、時刻、操作音の設定を行います。数字が点滅している状態でプラスまたはマイナスボタンを押して数字を変更し、現在の時刻に時間を合わせます。右または再生一時停止ボタンを押して次へ進み、続いて分を合わせ次に進みます。時刻と同様の手順を繰り返し、年月日を設定します。左ボタンを押すと一つ前の画面に戻ります。時間設定中に録音シーン、フォルダ、ノイズキャンセルボタンを押すと12時間表示と24時間表示が切り替わります。プラスまたはマイナスボタンを押して本日の日付を選びます。再生一時停止ボタンを押すと時計が動き始め、自動的に操作音の設定画面が表示されます。右または左ボタンを押してオンかオフを選びます。オンは操作音が鳴ります。オフは操作音が鳴りません。再生一時停止ボタンを押して設定を完了します。本機のバージョン情報が表示され停止状態になります。これで日時、時刻、操作音の修正とスキップ間隔の設定方法の説明は終了です。